い、ハロー YouTube。 今日は静岡県三島市にあります佐野美術館にやってきました。今日はですね、日本画家渡辺晴定の作品を見に来ました。佐野美術館では2021年7月17日から8月29日までの会期で渡辺晴定の展覧会をやっております。10時から17時が開館時間、そして木曜日が休館で、一般と大学生が1100円、小学校、中学校、高校生が550円ということです。ということでね、渡辺晴定の作品これから見に行きたいと思います。館内ではね、静かにしておりますので、皆さんもご興味ありましたらぜひ見に来てください。はい、以上です。はい、こちらが入り口になります。ここから入っていきます。一応入り口から入ってね、この奥の方行くと、このように庭園になっております。この入り口からね、奥入ってくるとこのようなね、広い庭園になっている。このが佐野美術館の特徴です。結構灯籠とかね、小さい川とかそういうのがあって、風情のある庭園だと思います。こう川の中にはね、鯉もいるし、美術館は向こうの方にあるんですよね。
はい、まあ庭園はねこんな感じです。はい、ここからね美術館入り口です。ここが美術館になってます。はい、ということでね、渡辺晴天の展覧会見てきました。無事見終わりました。ですね、館内はやはり撮影禁止だったので、写真も当然ビデオも撮ることはできませんでした。まあ、残念だったんですけれども、作品はですね非常に繊細で素晴らしい作品を見ることができました。一応ね、掛け軸作品がたくさんあったんですけれども、一番驚いたのが、渡辺晴天ほどの大巨匠でも大日本画家でも、江戸時代の伊藤若冲やその他の歌川広重、あるいは葛飾北斎などの江戸時代の絵師の模写などをしていたところが非常に驚きました。まあそのようなことをして、まあ、自分の画風を確立したということだと思います。中でもね、伊藤若冲の作品の模写をしていた作品が掛け軸作品であったんですけれども、その作品なんかは非常にですね、絵も大幅で驚きました。また絶筆となった作品もあって、その作品も掛け軸作品だったんですけれども、それも作品に落款がなくって花鳥画だったんですけれども、非常にね繊細に描かれた作品だと思いました。ということでね、皆さんもぜひ佐野美術館に見に来てください。以上です。ご視聴ありがとうございました。